生態調和の脇子の高田と言います。タイトル通りです。基本的には桃のデータについて、基本的にと言いますか、全部桃のデータで発表させていただきます。で、最初にサジですけども、JA 伊達未来の管内7支部25農家の方、および、JA 伊達未来の職員の方に協力をいただきました。ここで、記すとともにお礼申し上げます。で、今日紹介することですけども、用紙に書いた通りの方が一番の方です。去年木の中に入っちゃったセシウムは今年どのように動くか。で、二つ目が用紙に書いてないんですが、用紙作った後から解析したら間に合ったので今日発表したいと思いますが、収穫果実の濃度の予測ができるかどうかといったことと、それに関係して果実と葉の濃度の、放射性セシウムの濃度の関係がどういうものかというのをちょっと紹介したいと思います。で、まず一つ目です、こういうタイトルです。で、実験のイメージ、まあ、材料および方法ということですけども、まず、去年ですね、去年1年間、福島県内の果樹園で、事故後1年栽培された、5年生の木ですね、そこそこ大きい木ですけども、この木を冬ですね、今年の1月に全部掘り起こしまして、土と細根、細い根っこを全部取り除きまして、きれいに洗浄しました。で、その後に、閉鎖された温室の中に移動しまして、検出限界値が 0. 点数ベクレル以下の土ですね。まあ、ほぼゼロという土ですけども、そういう土に植え替えまして、加温条件で、栽培しました。で、2月に満開で5月に収穫という、実験系で組んであります。で、まあ、表面にシートを敷いてあります。木の表面から土の中に入らないようにということで、被覆しています。で、収穫の時に全部ばらしてまた、測定に用いました。で、まず申請期間というのに分けます。果実、葉っぱ、根っこ、新しい枝ですね。新梢というゼロ年生の枝ですね。に分けます。で、あと、鉢の中の土壌と、この申請期間を取り除いた古い期間ですね。に、どれぐらいの放射性セシウムが入るか、移動するかといったことを調べています。で、根っこに関しましては、細い根全部取り除いてますので、新しく出てきた古い根はもう完全に、今年といいますか、この実験の中で新しく出た根ということになります。で、まあ、この辺、実は前回簡単に説明してるんですけども、一応、ちょっとまあ今日この続きを説明するということで、もう一回ちょっと、かぶってますが、紹介させていただきます。で、数値がちょっと反復が増えましたので、少し変わってます。で、果実の濃度が、この表は全部ドライウェイトで示してますので、果実ですと、例えばフレッシュウェイトに直すと、まあ、8分の1ぐらいで計算してください。まあ、10ベクレルぐらいです。で、果実で80ぐらい、葉っぱで240、新梢、0歳の枝で140、で、根で高くて300ぐらいという結果になっています。で、まあ、根で、かなり濃度としては高いということになっていますが、まあ、期間の重量ですね、重さが葉っぱでとても多いので、まあ、期間にどれぐらい移動したかで見た場合は葉っぱに結構移動するという結果になっています。で、まあ、この辺前回説明させていただきましたので、ちょっと省略します。で、新たに、追加にデータを得たので、それの説明ですが、ちょっとややこしいんですけども、上側2つが、休眠期に、対象の木を解体したもので、まあ、冬の段階ですね、花も咲いてなくて葉っぱも出てない状態の、こちら側が、ドライウェイトあたりの、セシウム137の濃度を示しています。で、右側が、濃度に気化の重量をかけたセシウムの総量をベクレル相当量として、書いています。で、下側が収穫の後ですね。収穫の後に、解体して、セシウムを測った、図になります。で、まあ、図で見ると結構全然変わってなくてわからないというか、まあ、ほとんど変わってないんですけども、基本的には極端な移動はしていないということになります。で、このカテゴリーが細かいんで、一応4つに分けて説明させていただきますが、新しい根っこ、古い根っこ、枝ですね。枝とか幹の古い部分で、果実、葉っぱ、新梢の新しい器官というものがこの4つになりますが、まあ、濃度の方で、
行きましても、総量としても行きましてもどっちでも一緒なんですけども、この丸で示した、申請期間ですねに移行する量というのは木の中の量を100としますと、まあ、2から 3%、まあ、2点数%程度しか、全部で移動しないということになります。で果実ですと 0.6% ぐらいというのが、移行する割合というふうになります。で、まあ、この実験もちろんあの土非汚染とか、環境も非汚染とかいろいろありますので現地園とは若干違います。でさっきのをちょっと分かりやすくしますと、まあ、仮に5000ベクレル木の中に全部入っていたとしますと古い期間にどれぐらいとも、留まるかで新生期間にどれぐらいいくかあと土の中に放出されるかというところです。で土についてはちょっと、説明簡単に省略します。で、まあ、古い期間に、まあ、5000分の4850ぐらい残るとで新生期間に100ぐらい移動しますとで土にも移動して45ぐらい移動するということになります。で土の中均等に同じ濃度ではないんですけども、まあ、根っこの近くは濃度が高いとかいろいろありますがちょっと今日は、まあ、土にも移動しますというところで、省略させていただきます。で、まあ、申請期間に 2-3% 移動するという、データだったんですが、じゃあ 2-3% の由来はどこからやってきたものかというのを示したいと思います。でセシウムとカリウム両方載せているんですけどもカリウムの方ちょっと説明を省略させていただきます。でセシウム137の方だけ説明させていただきます。でどういう計算をしたものかと言いますと、休眠期分の収穫期のセシウムの総量の、総量を割り算したものです。ですなわち、まあ、変化がなければ100ぐらいで、特定の期間から、セシウムが外に行っちゃったら100を切ると。で他の期間からセシウムがやってきたら100を超えるというふうな、データです。でこっち側が、木の皮こっち側は木の材ですね木材の部分の濃度を示しています。でまず材の方ですが、まあ4年子3年子2年子といったところは、まあ、ほとんど変わらないと。で1年子というのは去年の新梢にあたるんですけども、まあ樹皮の形成に伴って若干外からセシウムが少しやってきてますという結果です。で、まあ、結論から言いますと、まあ、他の部位、樹皮のセシウムというのはあんまり他の部位に動かないというような結論になります。で、これまあ、実験の組み方が、まだ冬とか迎えてない状態ですので、木の外にどれぐらい滑落するかとかいうのをまあ、計算しなくていい状態ですので、まあ、これぐらいの値かなというのは、予想の範囲内ということです。で、右側が材の濃度を示したものですが、茶色のセシウムの方に関しましてはちょっとボコボコはしちゃうんですけども、3年子、2年子、1年子といった、まあ、若い枝ですね。若い枝の中に入っているセシウムの濃度、まあ、量というのは、結構減ってまして、でここでは示しませんけども、この減った分の量の総和を足すと大体申請期間に移動した量の総和とほとんど一緒ですので、申請期間に移行したセシウムというのは大体材の中に入っているものが由来源じゃないかというふうに推定できます。でとりあえず一旦まとめですが、休期間から申請期間の移行率は 2-3% ぐらいでしたと。でただしこれはまあ土から吸ってないという条件ですので、まあ、完全に木の中に入ってしまったものがどう動くかというのを示したものです。で、まあ、ちょっと今日省略しちゃいましたが、まあ、根っこを経由して土壌へ放出しますというのも、まあ、もちろん、まあ、考えたら当たり前なんですけども、根から、まあ、根が腐ったりターンオーバーで、表面が駆逐、なくなったりすると、まあ、土に当たり前のように出ますということですね。で、材中の放射線のセシウムというのが新石管に移行しているというふうになります。で、2つ目の方です。用紙に書いていない方ですけども、果実の濃度の予測ができるかというのと、それに関連して、果実と葉の濃度の関係というのを、調べました。で、まあ、ちょっと前提として、まあ、葉の分析で予測できるとどうか、果実の分析でできるとどうかというのを考えて、まず実験組んだんですが、まあ、葉の分析の方が、取るのに手間がかかります。で、葉っぱ1枚の重量が少ないですから、結構、すごく手間がかかるんですけども、収穫前に調整、まあ、洗ったりとか、粉砕したりは多少楽なので、楽なんですけども、まあ、取るのにすごく手間ですと。で、未熟区間の分析をしたら、まあ、そこから成熟区間の濃度の予測ができるかというふうに考えますと、まあ、測定前の前調整はとても手間です。皮を剥くのか、皮の表面についている絨毛を剥がすかとか、
中の核とか種とかを分けるとかいうふうになりますととても手間ですが、まあ果樹の場合摘果という作業をしますので、摘果果実で濃度の予測というものができれば、ちょっとまあ少し一手間抑えられるかもしれません。で、まあ一応まあ一応書きましたけども、まあ土壌や樹皮や枝の濃度を測って予測できれば、まあ、冬の間に濃度を測っちゃえばいいんで、とてもいいんですけども、果実との空間的距離ですね、あの地べたから果実までの距離が単純にあるというのと、まあ、時間ですね、冬の間に測ったものを、まあ、その予測に使えるかといったものもありますので、ちょっと最初から除外してあります。で、土壌に関してはそもそもまあいろんな条件が違えば数量違いますし、数の場合は、九州湖の根域とかも深いですから、基本的にはそんなに総量というか総体値としては木の中にすでに入っているものと比べればほとんど移行しないと考えています。で、結果です。で、果実の濃度の変化をまず示しました。で、黒丸が促成栽培といって、あの先ほどの前半の部分の木です。木の果実の濃度です。で、白丸が、それの取ってきた園地ですね、の今年の濃度になります。で、四角が福島市内ですね、の、園地の濃度なんですけども、黒四角が去年の濃度、で、白四角が今年の濃度というふうになっています。で、ここは3つは現地園の調査をしております。で、まあ、ドライウェイトとフレッシュウェイトが混在しますが、今回はこれ、果実のフレッシュウェイトあたりで示していますが、まあ、大体60日ぐらいに向けて一旦ガクッと大きく落ちます。で、60日以降も大体3分の2から半分に減るんですけども、まあ、減りづらい園地も多少あります。で、まあ、こんな風にフレッシュウェイトあたりは減るんですけども、果実1個あたりに計算し直しますと、まあ、収穫に向けて果実1個あたりは増えていきます。で、まあ、当たり前に果実がとても大きくなるからっていう単純な理由なんで、特にまあ、なんか予想通りの結果というふうな感じです。で、60日に向けて低下すると言いましたが、この桃にとって60日ぐらいですね、満開後60日というのがどういう時期かと言いますと、右側に果実の肥大というのを載せました。まあ、この園地とプラスアルファなんで完全に一致してないですけども、だいたいこの40日前から60日後ぐらいですねに、一旦見かけの成長が止まる時期があります。で、見かけの成長が止まって、果実の中にある核の部分ですね、あの硬いいわゆる種と呼ばれている部分ですけども、その部分が硬化する時期があります。で、この時期に、ここの1回低下しきる時期っていうのがそれに当たります。で、農作業上、あの桃の果実っていうのは摘果作業を2回しまして、だいたい一時摘果と呼ばれる時期が30日後ぐらいに1回摘果をして、まあ5、60、70日ぐらいのところで2回目の摘果を行うという品種が多いです。で、そういう作業をしますので、この辺ですね、60日にはまあ摘果果実をなんとか比較的ちょっときれいな状態で袋に入れてもらえれば測定サンプルとして使えるんじゃないかと考えています。で、30日とかでも摘果するんで、まあ、この時期で、例えば100超えてないような園地があれば、もうそこからガクッと下がりますんで、ここで測れれば、100超えてないとかですね、そういう基準値あたりの濃度っていうのは計算できるんですが、摘果しても、すごくサンプルの量が少ないですので、やっぱちょっと身を太らせてから、サンプルの重量を十分確保しないといけないので、60日ぐらいがいいかなと思いました。で、60日の、データ、あれ、です。で、ちょっと60日に一旦下がりきるというデータを得ましたので、急遽、お願いをしまして、満開後60日と収穫期に、桃の果実と葉っぱのを、27インチ70、70から、サンプルしました。で、それの結果を示したもので、横軸が葉っぱの、セシウム137の濃度、縦軸が果実の濃度を示しています。で、これちょっと残念ながら収穫がまだ測定中ですので、60日の、データが縦横を示しています。で、まあ、園地ごとに見ても木ごとに見ても基本的にはだいたい4対1ぐらいの割合になっているところが多いです。で、県境線の相関係数もかなり、まあ、我々の分野で言えばかなり高い値というふうになっています。
で、 ですが、まあ、こういうふうにちょっと外れ値の木とか園地もあるんで、まあ、単純な当てはめは、まあ、ただの線ではできませんということですね。で、まあ、安全側に担保する必要があるということですけども、まあ、あんまり意味をなさないですけども、10ベクレル足すとこれぐらい、20ベクレル足すとこれぐらいというふうなことですので、まあ、今年の予想を今してもしゃあないんですけども、まあ、来年これにちょっと、係数をかければ、来年の予測もできるかと思うんですが、まあ、大体10ベクレルぐらい足せば、収まる範囲に収まっちゃいますので、例えば基準値が何棒の場合に、どういうふうな数値を当てはめてみれば、まあ、収穫果実は安全だろうというふうなのを見れるんじゃないかと考えています。で、全部のまとめですけども、先ほどのまとめです。葉っぱと果実の濃度には高い相関がありましたということです。で、これに関しては、まあ、外れ値の園地や木もあるので、完全には言えないんですけども、まあ、園地内の傾向を把握して、例えば、木1本単位に測定ができるんであれば、例えば間伐や会食の計画の中にうまく取り込めていけば、計画的に、まあ、比較的高い木ですね、園地内で高い木を取り除いて植え替えるというような作業の参考にはできると思います。で、もう一つ目が未熟果の測定で収穫果実の安全性を推定可能ということですけども、まあ、未熟果、今まだちょっと正確には、詳細は今、解析中なんですけども、未熟果60日の果実を取れば、まあ、もうそこより濃度がまず確実に下がります。で、下がるんですけども、まあ、安全性というか、まあ、一応、まあ、下がりますとは言っても責任は取れないような気がしますので、まあ、少なくとも60日の時点で測ったものよりもドバンと収穫果の濃度が上がるということはないですので、未熟果の測定によって、まあ、収穫果実の、安全性を担保できるということは可能じゃないかと思っています。で、まあ、収穫果実ですね、普通に考えると一番収穫って手間のかかる作業ですから、そんな時期に測定までもう一手間加えるというのはちょっと、まあ、精神的にも肉体的にも辛いですので、未熟果の測定である程度傾向を得ておけば、まあ、全量の検査とかそういったものを避けるといいますか、測定を分散することができますので、作業性が向上するんじゃないかというふうに考えています。以上です。